さくら市議会議員の高木大輔です。今日はですね、さくら市役所内にあるこの桜ですね、ここの前から撮影をしております。で、今私が取り組んでいる政策の一つがですね、シビックプライドの醸成といいまして、この私の住んでいる志津地区ですね、ここ歴史をですね、なんとか観光にしようという形で取り組んでおります。志津は、ね、今年千葉氏が、要は、千葉開封900年ということで今取り組んでるんですけど、約ですね、1210年ぐらいから、50年間、実在の人物と志津にの城主として、志津城の城主として、志津次郎という人物がいました。この人物がですね、なんと碓井城の元を作った碓井おきたねという人物をですね、さまざまなこの、さくらにおける戦国時代のキーマンということであることが分かりました。その取り組みを生かして、こう志津の、町おこし、歴史の町という形で取り組みたいと思います。テーマは新津鎌倉です。それで志津の方を活性化していきたいと思います。以上です。